東方山博士の礼拝1423年、フィレンツェ、ウフィツ美術館、ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノは、イタリア、ゴシック期に、イタリア中部のファブリアーノで生まれ、イタリア各地で活躍した画家。国際ゴシック様式を代表する画家の一人とされる。ゴシックの時代の末期にあたる14世紀に、イタリアシエナ派のシモーネ・マルティー、2が、一時的に強皇調のあった、 フランスのアビニョンに移ったことから、アビニョン教皇庁からヨーロッパ中に共通した様式の絵画が流行するようになった。国際ゴシック様式と呼ばれるようになった。この様式は、優美な人体表現、金彩を含む華やかな色彩表現、衣服や草花などの細密表現を特色とする。ジェンティーレ・ラ・ファブリアーノは、イタリア各地を旅して、多くのいたへ。 フレスコ画などの作品を残し、国際ゴシック様式の伝播に貢献した。代表作のテンペラ画、東方三博士の礼拝は、豊富に使用された金彩と、人物の東方風の衣服に見られる、華麗な細部表現が、国際ゴシック様式の特徴をよく示している。この作品は、合理的な遠近法を書いてはいるものの、平面的に重ね合わされた情景を緻密に再現する、ことで、 魅力的な空間を生み出している。ありがとうございます。